飛び牛純子君。はい、おはようございます。公明党の飛び石純子でございます。今年も早いものでもう師走の時期を迎えました。寒くなると増えるのが風邪火事等でございます。先日は本市におきましても火事で死傷者が出ました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。これから年末にかけさらに気ざわしくなり事故等も起こりやすくなります。お互いに健康と安全運転の心がけ、新しい年を迎えたいものです。それでは一般質問に入ります。5項目の質問となります。執行部におかれましては明快なるご答弁をよろしくお願いいたします。1、行財政改革について。平成17年3月に総務省から地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針が示されたことを受け、本市は平成18年3月に集中改革プランを策定、同年11月に行財政改革大綱を策定、そして平成19年6月にアクションプランを策定され、改革に向け取り組んでこられました。来年度からの次の新たな行財政改革プランに向かって策定が急がれるところでございます。私も平成17年新市発足初の9月議会において行財政改革を推進する上で事務事業を必要なもの、不必要なもの、民間に委託するものと事業仕分けを取り入れたらどうかと提案させていただき、進捗状況等をお尋ねしてまいりました。そこで丸1、この間どのくらいの財政効果があったのか、またアクションプランの推進状況等についてお尋ねいたします。丸2、今年度は初めて市民による事業仕分けが7月より行われました。市民事業仕分けの結果についてお尋ねいたします。丸3、来年度からの第2次行財政改革大綱の策定方針についてお尋ねいたします。丸1、丸2はまとめてお答えください。2、脳脊髄液減少症について。この病気は交通事故やスポーツ障害などで体に強い衝撃を受けたときに脳脊髄液が漏れ出し減少することで慢性的に苦しむ病気です。医学的にもまだあまり研究が進んでおらず、多くの患者の方が苦しんでおられます。この病気の治療方法は血液が固まる性質を利用して自分の血液を注射器で注入し髄液の漏れている場所を塞ぐというブラッドパッチ療法が効果的と言われています。この方法で約7割の方が回復しているそうです。しかしまだ保険適用になっていないため、病院によっては検査入院で 2、3万、治療入院すると1回10万から30万かかり、全額個人負担となります。このため経済的にも多くの患者さんが困っておられるのが現状です。国の方でも臨床試験を受けてガイドライン作りに向け動き始めております。一日も早く保険適用など救済の手が届くことが大事です。さて、脳脊髄液減少症は脳脊髄液が減ることによって起立性の頭痛や首や腰の痛み、手足のしびれ、めまい、耳鳴り、吐き気、視力の低下、全身のだるさ、記憶力の低下などさまざまな症状に悩まされます。このような症状に悩まされている方が全国で約30万人、さらにこの病名を知らずに苦しんでいる潜在的な患者さんが約100万人以上いると言われております。また検査や治療を行う病院は熊本県内では熊本市と荒尾市にしかなく、交通費等の経済的負担も大変なものです。学校では体育の授業中や廊下での転倒、飛び箱に失敗しての尻もち、部活中の事故などがきっかけで発症していることもあり、本人以外先生や友達にもなかなか理解してもらえず、怠け者だと思われいじめられたり、また不登校になってしまう場合もあるそうです。そこでお尋ねいたします。
平成19年5月に文部科学省から学校におけるスポーツ外傷等の後遺症への適切な対応についてとの通達が県教育委員からなされていると思います。その後の学校における対応状況、また保護者への周知状況、また不登校生徒への調査関連等について健康福祉部長にお尋ねいたします。3. 前立腺がん検診について、がん対策は国民の命、健康を考える上で大きな課題であり、がんの早期発見と早期治療のためのがん検診は極めて重要だと思います。我が党の推進で子宮頸がん、乳がん検診等の女性特有がん検診の5歳刻みの無料クーポン制度の活用で、女性の方々より喜びの声が聞かれて検診率も確かに上がってまいりました。しかし高齢の男性の方々に多い男性特有の前立腺がん検診はどうかなと思い調べましたところ、なんと19年度まででその後検診の項目に入っていないことが分かりました。男女共同参画の上からも当然検診も補助もあってしかりと思います。19年度までの受診状況等も含め本市の考えについて健康福祉部長にお尋ねいたします。4、教育施設への畳表導入推進について、私は10年前の12月議会で健康産業の面からシックハウス症候群予防のいぐさ拡大について質問させていただきました。今回は教育の面から効能が実証されておりますのでお尋ねいたします。本市の教育関係者におかれましては、児童生徒の健康管理や学力向上をはじめ、いじめ問題、不登校対策等日頃より大変ご尽力をいただいておるところでございます。児童生徒が健やかに成長しながら学力を高めていくことが私たちの最大の願いでもあります。さて、生徒の学校などにおける生活環境について興味深い研究成果があります。以前八代高等専門学校で研究しておられ、現在北九州市立大学国際環境工学部で活躍中の森田博史准教授は、長年いぐさの研究に携わっておられます。いぐさの持つ機能効能について、畳表の部屋と一般のフローリング部屋とで学習機能にどのような違いが起こるのか、2007年5月福岡県の学習塾で調査をされました。中学1年生および小学校5年生323名を対象に、算数の問題を30分間でどれだけ解くことができるか、そしてその後子どもたちにアンケートを取られました。その調査研究の結果によりますと、畳教室で回答する方が回答率の 14.4% 増加し、集中力の持続効果が認められております。またアンケート結果では、畳の部屋で勉強しても疲れにくい、リラックスできるなどの効果が確認されているところでございます。そこで現在の教育施設の畳表の設置状況についてまずお尋ねいたします。また八代の産物宝であるこの畳表の活用は、精神面の安定や学力向上が期待されますし、本市にとっても異業振興にはなくてはならない産業でもあります。教育に活用しない方はないと思います。教育施設の普通教室への設置について、教育次長の見解をお尋ねいたします。5、県道八代鏡宇都線の横断歩道押しボタン式信号設置について、交通量の多い県道八代鏡宇都線のアムローズさんからセブンイレブンさんまでの事故多発により、地域の皆様より要望を受けました。その後の対応について、市民環境部長にお尋ねいたします。以上5項目について質問いたします。執行部におかれましては、明快なるご答弁をよろしくお願いいたします。なお再質問につきましては、発言席より行います。長原企画振興部長、はい、おはようございます。おはようございます。ご質問の1点目、
新市発足からこれまでの取り組み状況についてお答えをいたします。本市では平成18年3月に集中改革プランを、また同年11月に行財政改革大綱を策定し、市民が合併してよかったと実感できるまちづくりを実現するため、行政経営と市民共同を基本方針に積極的に行財政改革を推進し、効率的かつ効果的な市政運営を目指してまいりました。これまでの行財政改革の主な取り組みといたしましては、職員数の削減、組織や事務事業の見直しを重点的に行うとともに、民間でできることは民間に委ねるという発想のもと、八代市独自の施策としての八代市版市場化テストを実施し、積極的に指定管理者の導入や公共施設の民営化に取り組んでまいりました。また今年度は行政評価の一指標としての事業仕分けに取り組んだことにより、行財政改革が推進されるとともに、市政への市民参加の意識も高まったものと感じております。その結果、行財政改革大綱に基づくアクションプランに掲げた推進項目のうち、経費削減額が算定できるものにつきましては、平成18年度から平成21年度の4年間の合計で約72億円の財政効果を生み出したところでございます。また同プランに掲げました推進項目が164ございますが、そのうち平成20年度までに完了したものなどを除く152項目についての平成21年度までの取り組み状況を数字で見ますと、インターネット購買の実施や市場化テストの結果に基づく福祉施設の民間譲渡など、すでに実施達成したものが11項目、継続して推進しているものが59項目、実施後引き続き推進しているものが18項目、一部実施施行のものが29項目、調査検討準備にとどまっておりますものが35項目となっており、おおむね順調に推移してきているものと考えております。このように現行の行財政改革により着実な成果を上げてきておりますが、近年の深刻な経済危機や少子高齢化の進展、合併特例債の期限や地方交付税の合併算定外の措置が平成27年度で終了縮減することなどを考えますと、今後もこれまで以上に徹底した行財政改革に取り組んでいく必要があると考えております。続きましてご質問の2点目、今年度の市民事業仕分けについてお答えをいたします。本市の事業仕分けは、市民の視点で市が行っている事務事業について、そもそもの事業の必要性やその事業主体を整理し、行政のスリム化を目指すとともに、行政評価の確立や事務事業に対する行政の説明責任の徹底、職員のさらなる意識改革を推進し、行政運営全体の改革に結びつけることを目的として導入したものでございます。また最も特徴的なのが、他団体と違い、本市では公募委員を含め35人の委員全員を市民で構成する市民事業仕分け委員会としており、その取り組みは他団体からも注目され、これまでに横浜市、木更津市、苫小牧市など奈良市の議会からの視察をいただいたところでございます。今年度の市民事業仕分けは、市民委員が5班に分かれて7月29日の第1回から10月22日の第5回まで5回にわたって実施し、市が取り組む政策的経費を中心に75の事業についてゼロベースから見直しを行っていただきました。その結果としましては、廃止不要が4事業、市民との共同や民間委託を進めるべきとする市市民共同等が14事業、事業内容の見直しなどをすべきとする市要改善が43事業、現行通りが10事業、規模拡充が4事業ありました。
公開の場において市民委員からご意見をいただき、事業そのものの必要性が議論を行うというこの取り組みは、市民の市政への参画推進、行政経営の透明化、職員の意識改革などの点において本市にとって大変有益なものだったと考えております。現在は市民事業仕分けの結果に基づき、事務事業を所管する各部各課において対応方針を検討し、その結果も踏まえて行財政改革推進本部において市としての対応方針を調整したところでございますが、基本的にはその対応方針はおおむね市民事業仕分けの結果に沿ったものとなっております。今後は市としての対応方針を順次平成23年度からの予算編成へ反映させていきたいと考えているところでございます。以上お答えとさせていただきます。飛石淳子君。はい、今企画振興部長の答弁で、アクションプランに掲げた、推進項目はおおむね順調に推移してきたということが分かりました。また、4年間で72億円の財政効果を生み出したということでございますが、本当に職員の方々の努力の結果でないかと評価いたすところでございます。ところで皆さんご存知の、事業仕分けというのは、実は我が公明党が初めて、国会で提案し、2006年に成立した行財政改革推進法に事業仕分けという概念を盛り込んだものでございます。実際に、国の2009年度の予算で見ますと、一般会計特別会計の両方合わせて前年比8800億円を削減することができ、無駄削減につながったわけでございます。しかし民主党政権の事業仕分けではマニフェストの財源確保には到底及ばず、我が党の推進で2008年にスタートしました若者の雇用支援策ジョブカードが今回事業仕分けで廃止と判定されました。このジョブカードは今年6月に政府がまとめた新成長戦略で、2020年までに同カードの取得者を300万人にするとの目標が掲げられ、来年度の予算案概算要求にも盛り込まれていたものでございます。また心を育む文化芸術等にしても、バッサリとカットするありさま。事業仕分け 第3弾では、仕分けを再仕分けするという時間と経費をかけた仕分けがまさに無駄の、削減だったと言わざるを得ません。そういったことから本市の事業仕分けはどうなのかなと、事業仕分けの公開場に傍聴に行かせていただきました。5回で終了された後、何人かの仕分け員さんへこの意見等を聞かせていただきました。で、今回の八代市の市民事業仕分けにつきましては、政府のそれとは全く違い、ほっといたしました。双方とも真剣に取り組んでいただいていて、もう少し時間が欲しい項目もあったという、仕分け委員のさんからも声も聞きましたし、また職員の方からは大変勉強になりましたとの声もお聞きすることができました。この結果を、この仕分けの結果をしっかりと23年度の予算編成へ反映していただきたいと思っております。ところで今後の事業仕分けについてはどのように考えておられるでしょうか。市長にお尋ねいたします。市長福島和俊君。皆さんおはようございます。おはようございます。事業仕分けの今後の取り組みについてのお尋ねですが、まずこの企画をしたときに、飛石議員さんから市民のゼロベースで頑張んなせという激励をいただきました。その後今飛び石議員がおっしゃいました通り、2006年に公明党さんが国の方に提言をされたと、その経過もあったんだということを後で、知ったわけでございます。今回取り組みました事業仕分けにつきましては、
行財政改革の一環、行政評価の一手法として取り組んだものです。そのため事業仕分け自体もその取り組みを振り返って評価し見直していく必要があります。そのために今年度はすべての市民事業仕分け終了後の10月29日に全体会議として意見交換会を開催をしております。その中で、市民委員の皆様から対象事務事業の選定も市民の 目線を取り入れたらどうか、また、その目線に立った資料作成が必要じゃないかと、もっと議論する時間が必要だったんじゃないかとか、いろいろ忌憚のないご意見をいただいているところであります。その一方で市民委員の皆様からは市政運営に参加できてよかったという意見もいただき、また職員も資料作成や事業仕分けの会場での説明を経験するとともに、行政サービスの受益者としての市民の生の声を聞くことにより、これまでと違った新しい視点を見出す良い機会であったという意見が出ております。また多くの新聞やテレビで取り上げていただいたことにより、市民の皆様にもその趣旨は十分伝わったと考えています。そのことから今年度初めての取り組みとして実施いたしました事業仕分けにつきましては、来年度も継続していきたいと考えています。今後の具体的な取り組み方法などにつきましては、市民委員からいただきましたさまざまな意見などを参考にしながら、今回の事業仕分けの取り組みを総括する中で検討していきたいと考えております。以上です。飛石純子君。はい、ただいま市長からご答弁いただきましたけど、テレビでも宣伝されたということで、本市のPR に、なったということで、とてもありがたかったなと思っております。来年度は委員さんなんか同じ方にされるのか分かりませんが、ぜひもう最小必要の経費で最大の効果が出ますように、しっかり取り組みについて総括していただきますよう要望いたしまして、この項を終わります。次お願いいたします。長原企画振興部長。ご質問の3点目、第二次行財政改革大綱の方針についてお答えをいたします。現行の第一次行財政改革では、最大の 行財政改革といわれます市町村合併の効果を最大限に引き出すため、経費の削減や職員数の削減など、量的な改革に重点を置いてまいりました。今後は、厳しさを増す財政状況、多様化する市民ニーズに対応するため、量的改革に加え、限りある予算、人材、資産といった経営資源をいかに効率的に活用するかという質的改革にも重点を置く必要があるかと考えております。また、持続可能な自立した基礎自治体を運営していくためには、財政の効率化、硬直化が大きな制約となることを十分に認識し、その対応に全力を挙げるとともに、これまでに主に行政が担ってきた公共サービスを市民や市民団体、事業者など多様な主体に担っていただく新しい公共空間の形成も肝要であります。そのためにはこれまでの行政の目線でなく市民の目線を取り入れながら、前例にとらわれることなく改革を推し進める必要がございます。そこで第二次行財政改革では、第一次行財政改革の取り組みを継承し強化するとともに、学識経験者や市民の代表10人からなる八代市行財政改革推進委員会からいただいた答申における 行政運営力の向上や組織力の向上、地域力の向上といった趣旨の助言や提言を最大限に尊重した内容といたします。またその策定の時期といたしましては、第一次行財政改革との切れ間をなくし、継続するとともに、行政だけでなく
市民の皆様にも引き続きご理解とご協力をいただくことが重要であることから、今年度中に策定し公表していきたいと考えております。国からの合併支援策が残り5年で終了、縮減することを考えれば、第二次行財政改革の計画期間は財政構造の転換を図らなければならない重要な期間であり、この取り組みが今後の八代市の行財政運営に大きな影響を及ぼすことを踏まえて、市民の皆様と危機意識を共有しご理解をいただきながら戦略的に取り組んでまいりたいと考えております。以上お答えといたします。飛石純子君。はい、今部長ご答弁いただきましたけれども、本当は今までと違って今度は第二次に向かっていくわけですが、もうこの厳しい情勢の中、本当の限りある予算、それから人材、それから資産といった経営資源をいかに効率的に活用するかという質的改革に重点を置いていくと、本当これはもう大事なことでございます。今回の、市長の方でされました、市民事業仕分けにおいて、やっぱり職員の方々も市民目線の部分が、あ、自分はちょっとここが違ってたなとかっていう部分をですね、ある意味今まで感じられなかったところを感じられたように私も感じましたし、そういった意味では職員の方々の一人一人の危機管理、そういったまたいかに無駄をなくして改革していくかという、そういったもうやっぱりこれからは職員の方一人一人がもう人材ということでですね、しっかりやっぱりご自分で誇りを持って本当にこう取り組んでいかれなくちゃいけないんじゃないかなというふうに思っております。国からの合併支援策が残り5年で終了、縮減するんだということを本当にその通りでございまして、財政構造の転換を図らなければならない重要な期間だ。そうなりますと、もう本当職員の皆様がバラバラじゃなくって一致団結して、同じ方向に向かってやっぱ市民の皆様のために、私は市長は、挨拶運動ということでずっとおっしゃってこられました。私はもう挨拶は当たり前だと思って、どちらかというとその先、一歩先の職員の方々には市民の方へのサービス運動、これをもう一歩ですね進めていただきたいなと思っております。そういった意味でしっかりですね行財政改革されながら、また、市民の方々へのサービス等も心に入れながらですね、今後また、改革に向かって頑張っていっていただきたいと思ってこの要望を終わります。次お願いいたします。坂本教育次長。おはようございます。県教福祉部へのお尋ねということでございましたけれども、学校現場における現状ということでございますので、まず教育委員会の方からお答えをさせていただきたいと思います。脳脊髄液減少症について文科省から通達を受けての教育委員会としての対応状況でございますけれども、平成19年5月31日付で文科省から学校におけるスポーツ外傷等の後遺症への理解と適切な対応を求める通知がありましたので、早速市内の各学校に通知をいたしたところでございます。次に教職員のこの病気に対する認知度についてでございますけれども、平成21年度に県教育委員会が実施をしました健康教育実態調査によりますと、その時点で本市における認知度は小学校 87.9%、 中学校 86.7% でございまして、約9割近くの先生方が理解を示されているという結果でございました。また本市におきましては、現在1名の児童生徒が治療中でございますが、該当する学校におきましては、担任をはじめ全職員がこの病気について共通理解をした上で、学校、家庭と連携をしながら対応しているところでございます。次に教職員への研修状況でございますが、本年度におきましては、患者家族会主催の研修会開催通知が、県教育委員会を通じてまいりましたので、各学校へ参加をお願いしたところでございます。
なお各学校においてはこうした病気についての理解をしている担当者が不登校の児童生徒の中にこうした症状の子どもが含まれていないか確認をしながら心身の状況把握に努めているところでございます。しかし全ての教職員への周知や保護者への啓発につきましてはまだ十分とは言えませんので、今後こうした研修会など多くの機会を捉えましてこの病気についてさらなる理解を深めてまいりたいと考えております。以上お答えといたします。飛石純子君。はい、ただいま教育次長からご答弁いただきました。ただちょっと学校の方に通知しまして、今認知度は小学校が 87.9、 それから中学校が 86.7 と9割近い学校で理解をしているということは、あと 1% の先生たちはまだ理解をしていらっしゃらないということでございますので、これでは私はいけないんじゃないかと。本当にやっぱ通知されたら全先生たちが当然ですね、それを認知する必要があるんじゃないかなというふうに思っております。なぜかと言いますと、先ほどずっと言いましたように、尻餅ついて、転倒してなったりとか、部活中になったりとか、子どもは全くわからないわけです。先生が知ってらっしゃればすぐその木の病院だ荒尾病院だというふうにこう連れて行かれるでしょうけども、知られなければ、怪我なかったね、あそこの病院に行っときなせというようなですね、やっぱり専門の病院じゃないので、もうたらい回しにされてとうとう分かった時には遅いと。この病気は特に小さい子どもさんに早く、治療することで、回復率が早いと。ところがもう分かるのが遅かった時にはもうすでに髄液がもう漏れ出してしまっているものですから、なかなか回復しないということでございますので、もう学校の先生たち、まずですね、もう全教師にしっかりこのことは徹底していただきたいと思います。また保護者、等に関してもですね、まだまだ理解がいられてないというようなことでございました。できれば月1回の保健頼りとか、それから学校頼りとかあると思いますので、こういった用紙を利用してですね、しっかりこの啓発活動をお願いしたいと思います。ところで脳脊髄液減少症について一般市民の方はどのくらい知ってらっしゃるんだろうかと。私は何年か前にやっぱりそうやってむち打ちでどこ行ったってたらい回しにされて、そばってどやんかあったですたいと、本当困っておりますという話を聞いたことがありました。今思えば、あ、その方はこの症状じゃなかったのかなって思うわけでございますが、本当に一般市民の方まだまだ、学校ではその通達があったからいいけどもですね、一般の方々はそういったのが触れる機会がありませんので、ご存じない方がいっぱいいらっしゃいます。そういったことで、一般市民に対してはぜひ広報誌やホームページ等でも啓発活動お願いしたいと思いますが、よかったら、ご回答をよろしくお願いいたします。西尾健康福祉部長。おはようございます。議員お尋ねの脳脊髄液減少症についての一般市民に対する周知についてお答えいたします。この脳脊髄液減少症については医学的な解明が進められている段階であり、いまだ定まった見解や治療方法が確立されておりません。国においては平成19年度に研究班が発足しており、本疾患の診断治療の確立に向けて研究が行われているところでございます。しかし議員ご案内のように、本市におきましても交通事故やスポーツ障害等で頭痛、首や背中の痛み、めまい、倦怠、不眠、記憶障害などで苦しんでおられる方々もおられ、先ほど教育次長の答弁にもありましたように、文部科学省より学校安全主管課に対し適切な対応についての通知が出されております。そのため本市としましても、今後市民の方々の疾患に対する不安の軽減や周囲の方々の理解を深めるために、疾患の概念、症状、診断、相談医療機関の紹介などについてホームページなどを通じまして広報し、周知啓発に努めてまいりたいと
思っております。以上ご回答いたします。飛石純子君。はい、今健康福祉部長よりご答弁いただきまして安心いたしました。ぜひ広報誌それからホームページ等でもですねしっかり市民の皆様に啓発していただきたいということを心よりお願いしたいと思っております。じゃあ次の候補よろしくお願いいたします。西尾健康福祉部長。議員お尋ねの3点目、前立腺がん検診についての市の考え方についてお答えいたします。ご案内のとおり、前立腺がんは男性特有の前立腺に発症するがんであり、主に50歳以上に発症する場合が多い、近年増加傾向にあるがんの一つでございます。そのような中、厚生労働省はがん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針を示し、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮がんの5つのがんについては、死亡率減少の効果があるとして、各市町村に検診実施を推奨しているところでございます。本市では、この指針に基づきまして、これら5つのがんの検診を実施いたしておりますが、議員お尋ねの前立腺がんの検診につきましては、この指針に基づかない検診であることなどから現在のところ実施をいたしておりません。なお本市においては平成19年度までに単独事業として当該検診を実施しておりました、希望者のみを対象としてでございます。その当時の受診者数は平成17年度511人、平成18年度2257人、平成19年度2623人でございました。この前立腺がんの検査方法の一つであります PSA 検査は血液を調べる検査でございまして、国内におきましても人間ドックなど個人が希望して受診する検診として普及しておりますが、平成20年3月厚生労働省が発表した有効性評価に基づく前立腺がん検診ガイドラインによりますと、死亡率減少効果が科学的に証明されていないため、診療として用いるのには有効であるが、市町村などが行う集団検診として実施することは進められないとされておりました。しかし、その後、平成21年にアメリカとヨーロッパで発表された PSA 検査についての研究で、前立腺がんによる死亡率についても、一定の減少効果はあるものの、多くの前立腺がんではない症例も検出するという結果が報告され、厚生労働省はこの結果を受けて、前立腺がんにおける PSA 検査の有効性の再検討を始めており、その動向を注視しながら、本市でも実施について検討してまいりたいと考えております。いずれにしましても、日本人の死亡原因の1位を占めるがんの早期発見、早期治療に結びつけるため、本市としましても有効ながん検診について検討を重ねるとともに、前立腺がんも含めたあらゆるがん予防の認知を深める啓発に努めてまいりたいと考えております。以上お答えといたします。飛石純子君。はい、ありがとうございました。前立腺がん、私がなんかこういうのを取り上げるのあんまりあれなんでしょうけども、まあ、男女共同参画社会の上からも、また私の父も93歳で前立腺がんで、亡くなった経緯もあります。また知り合いのおじさんが何人か、もう年取ったらほとんど病気になるもんなと言って亡くなっていかれました。
と思ってですね、もう前歯使わんごてなっけんすやなっとったいとかというようなこういう言い方されましたけども、あるテレビで、あったのがですね、やっぱり、なんですか、スクワットとかそれから四股を踏むとかって言ってですね、この筋力をすごくしていくということがとてもいいんだということで、ございました。本当に特に男性の方々は一家の柱でありますが、やっぱ奥様が 病院に行きなさいって言われてもなかなか行かれないんですね。そしてもうあらと思った時にはもうすでに遅しでですね、そういった方がたくさんいらっしゃいます。もう本当に奥様方皆さん悩んでいらっしゃるんですね。早く行けばよかったのにって言ってですね、いろんながんについて私の同級生もいろんながんで亡くなりましたけども、本当に病院に行こうとされない、ましてやこの、検診の項目に入ってなければまして行かれなくなる。そうするともう当たり前のように皆さん次から次となくなっていかれる。でちなみに県の方をちょっと調べてみましたら、まだ県の中でも多くの市がこの前立腺がんの検診なんかもですね、補助なんかも出しているわけでございます。そういったことでは一家の柱でありますのでですね、ぜひこの本市においてはですね、健康都市宣言もしておりますし、一家のお父様を守る立場からもですね、ぜひこの検診については検討していただきたいと切に要望いたしまして、この項を折ります。次お願いいたします。坂本教育次長。それでは議員お尋ねの教育施設への畳表の設置状況についてお答えをいたします。現在八潮市立の小中特別支援学校幼稚園の全48校7園にあります502の部屋のうち145の部屋において約1170枚の畳を設置をしております。設置場所として最も多い部屋は特別支援教室でございまして、小学校では53部屋のうち35部屋、中学校では20部屋のうち15部屋、また特別支援学校では19部屋のうち5部屋、合計55部屋に268枚を設置をしており、自立活動のための訓練などを行っております。また小学校の図書室については、32校のうち23校において190枚を設置をしており、読み聞かせや着座の場として活用をいたしております。このほかにも多目的ルームや保健室、会議室等にも設置をしている状況でございます。また新たな設置事例といたしましては、昨年度改築をいたしました第八中学校では普通教室横の廊下のスペースを広く確保いたしまして、休憩や生徒の交流の場として畳のスペースを設置をしており、生徒が日常的によく活用をしている状況でございます。今後も学校施設における畳の活用につきましては積極的に取り組んでいきたいと考えております。続きまして、普通教室への畳敷きについてお答えをいたします。普通教室は机椅子を配列した通常の授業だけでなく、机椅子を移動してのグループ活動等さまざまな使い方をいたしております。また教室では給食もありますので、配膳や片付け等でこぼしたりすることも考慮しておかなければなりません。さらには教室の掃除においても机椅子を移動して行いますことから、畳表がすぐに傷んでしまうことも考えられます。このように普通教室を畳敷きにすることにつきましては、いろいろな課題が考えられますことから、具体的にどのような活用ができるか、学校における教育活動の実態や現場の意見等を十分に伺いまして検討したいと考えております。以上お答えといたします。飛石純子君。今教育次長からご答弁いただきましたけれども、私も何校か学校を視察させていただきました。それぞれの学校で図書室とか多目的ルームとか保健室等に
畳が設置され、生徒の皆さんがもう気持ちよくその畳を使っていただいているということがもうよく分かったわけでございます。森田先生のアンケート調査の結果では、まずリラックス、落ち着くという意見が一番多くて187人中71人、次に集中力がつくというのが37人、そして足元が気持ちがいいというのが22人、弾力性があり気持ちよく机がガタガタしないというのが17人という、そしてまたいい香りがするというのが16人、こういった回答が得られております。このアンケートの結果も私も先生とお話しさせていただいて、そしていろいろいただきましたけども、本当にですね、一人の、方を畳の教室とフローリングの教室と両方にこうそれぞれさせられたわけですね。そしてその結果そのように、厳然と回答率が増えた。そして不思議と、フローリングのところではざわ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 騒いでるけども、こちらの畳の方では静かにこう集中ができるっていう、もうまさに、先生がいぐさの効能についてずっと研究されたと同じように鎮静力があるっていうんでしょうかね、そういった結果が出てるっていうことでございます。また今その先生 の教育次長のお話では、普通教室への導入というのはもう多くの課題があるんだと、例えば掃除の時どうするんだとか、食べ物の食べこぼしたらどうするんだとか、いろいろ畳が袖たらどうするんだとかっていう、そういったもういろんな課題があるのはもう承知ではございますけども、とても消極的な答弁で、あったんじゃないかなと思っております。子どもたちの環境にとっても直接影響するということなので、導入に対しては前向きに検討すべきではないかなと考えております。実はこの、農業というのは、本市の農業というのは経済活性化にはなくてはならない産業でございます。また、本市の農業の現状はと申しますと、農業生産出額で平成6年の485億8000万円をピークに毎年減少し、少し古いデータでございますが、平成18年度は284億3000万と大きく落ち込んでしまっております。その主な要因は畳表の低迷が大きく影響していると言われております。安価な中国産との競合による価格の低迷、住宅の洋風化による国内需要の減少、から肥料、農業、燃油の高騰による生産コストの上昇、担い手の高齢化による後継者不足などの影響で、平成1年では4537ヘクタールあったものが、平成22年産では728ヘクタールまで落ち込んでいて、八代としては産地ではございますが、危機的な状況が続いているわけでございます。そういった意味で、ちょうど森田先生がもう10年以上もですね、研究して、もう20年ぐらいでしょうか、研究をしてきてらっしゃるということでの、今回の、結果が出たわけでございます。本当にこの、結果からしますと、この畳設置ということに関しては学力向上にも役立ちますし、それから今申し上げましたように、もういぐさの畳表 の、需要拡大ということでもですね、大きな産業にもなるんじゃないかなと思います。ちなみに畳の点に関して少し研究させてもらいまして、今全国で、どのようになっているのか、ちょっと調べてみましたところ、前は岡山とか広島、高知、福岡、佐賀、それから沖縄ですか、こういったところも熊本県以外あったわけなんですが、もう大体平成12年でほとんどもうこのパソコンのデータでは出てこない数になってきました。そしてかろうじて14年、15年、16年、17年、18年まで出てるのが福岡だけでございます。ということは日本の中でもう熊本県しか本当にこの異業 の、 ためのしている農家がいなくなってきているという現状でございます。本当に畳は日本伝来 の、 文化でもございます。お琴、三味線、尺八とやっぱ畳の上でいたしますし、書道等もそうでございます。
着付けも着物の着付け等でもそうでございますが、いろんな意味で畳の効能がやっぱり昔の方の知恵で活用されてきたっていうことからしますと、今あまりにも洋風化してしまって、その結果ホルムアルデヒドのことでこう体がどうかなったり、アレルギーがの子どもたちが多かったり、それから切れる子が多かったり、落ち着かない子が多かったりと、いろんなやっぱ症状が出てるのが現状じゃないかなというふうに思います。そういったことでは、よかったら本市は今チャンスじゃないかと、九州の中でもう熊本しかしてない、その中でも八代が一番頑張っていると、そうなりますと八代のこの扶養の意味においても、経済雇用の、経済の意味においても、ましてや畳は加工しますので、たくさんの方々がまた必要になってきますし、そういった意味においてもそうですし、また心を本当に落ち着けるという子どもの集中力が養われるということでは、もう最高に素晴らしいものじゃないかなと思います。そういったことで、できればモデル校として一校ぐらいまず手始めにですね、設置して状況を見られて、この結果が良ければ本当にもうこれは全国にとって素晴らしいニュースになるんじゃないかなというふうに思っているわけでございますが、市長のお考えをお尋ねいたします。市長福島和俊君。日本一の畳表の生産地であります、八代市にとってその需要拡大大変な問題でもあり、またそれを拡大するために最大の努力をしてきたことも事実でありますが、なかなかその特効薬が見出せません。そんな中で、飛び石議員の熱き思いのご提案、しかと受け止めて、それを需要拡大につながる視点として考えていかなければならないと思っております。教室に畳を導入し勉強しやすい環境を作ることは、子どもたちの成長だけではなくて日本文化への認識も深まることができます。ただし導入にあたりましては、教育関係者や保護者への理解が必要となります。皆さん方のお知恵をお借りしながら、今後どういう形で実現できるのか勉強させていただきたいと思います。以上です。飛石純子君。はい、今市長の前向きの答弁いただきまして、大変心強く思って、おります。本当にできれば森田先生を、教育の関係者の方々と一緒にですね懇談してもらうとか、しましたらもっと教育関係の方々も納得されるんじゃないかなと。ただ単なる需要拡大だけじゃなくって、子どもの未来を育む、ましては、素晴らしい人材に育ってもらわなくちゃいけない子どもたちでございます。また八代の宝にもなる子どもたちでもございますので、そういった意味でしっかり検討していただければと思います。次よろしくお願いいたします。村田市民環境部長。はい、おはようございます。おはようございます。議員お尋ねの5項目目、県道八代鏡宇都線の横断歩道押しボタン式信号設置についてお答えいたします。議員ご質問の箇所は交通量も多く約800メートルにわたって横断歩道や信号機がないため、自転車や歩行者は車両の合間を縫って横断されている状況にあり、人身事故も毎年発生し非常に危険だと認識をしているところでございます。そこで横断歩道や押しボタン式信号設置要望を受けまして、早速八代警察署に対し状況を説明し設置に向けた要望を行っております。また現場における横断者数を調査した結果、横断が多かったのがトップマートさんの前、それからナフコさんと西田フードさんの間の道路からの横断でございました。この結果や
事故も発生していることを踏まえまして、適正な箇所への設置の必要性を説明し、再度要望し、設置にかかる状況を確認いたしましたところ、すでに熊本県公安委員会に上申されているということでございました。以上お答えといたします。飛石淳子君。はい、ただいま、環境部長のご答弁をいただきました。ありがたいことにも県公安委員会に上申しているということでございましたので、ほっといたしました。ただ、いつになるかということでございます。私も早速生活安全課さんで、この何年かの、事故の状況をちょっと調べていただきましたところ、毎年やっぱり6件ぐらいずつあってるわけですね。そして本当現場にその800メートルぐらいのところ一箇所も横断歩道もない、あれだけもう交差してる。私ももうちょっとこれ早く気づくべきだったと、本当にこんなにたくさんの方が、人身事故があってるということはもう全然知らなかったわけでございますが、私自身も道路問題、特に通学路総点検ということではもうたくさん、質問をしてまいりました。本当にやっぱりまず家から一歩出たらすぐ道路でございます。もうそこで事故でもあったらもう大変でございます。そういった意味では道路問題に関しては特にしっかりとですね、事故がないようにそういった歩道、それから、横断歩道等ですね、それからあと側溝二掛けといろいろございますが、生活安全課さんも大変でございますが、この年末になりますとまた気ざわしくなっていろんな事故等がございますので、そういった事故等ありましたときは早速ですね、そこの現場に行って少しでも早くその市民の皆さんの命を守る観点からですね、対処していただけるようにくれぐれも要望いたしまして、12月度の一般質問を終わらせていただきます。最後に前立腺がんに関しまして失言をいたしましたことに心よりお詫び申し上げます。以上でございます。